クレブは DNA 結合能を持つ転写因子であり、遺伝子発現を調節する。クレブは転写因子であり、キャンプ応答配列と呼ばれる、特定の DNA 配列に結合し、遺伝子の転写を増加させたり低下させたりする。クレブは1987年に、ソマトスタチン遺伝子を調節するキャンプ応答性、転写因子として最初に記載された。クレブによって転写が調節される。 遺伝子には c ホス、BDN 界、チロシンヒドロキシラーゼ、多くの神経ペプチドの遺伝子や、哺乳類の外実時計に関与する遺伝子などがある。クレブの構造と機能は、クラムや ATF1 などのタンパク質と密接に関連している。クレブタンパク質は人を含む多くの動物で発現している。クレブは脳の神経過疎性や、 長期記憶の形成に関する役割がよく知られており、空間記憶の形成に不可欠であることが示されている。クレブのダウンレギュレーションはアルツハイマー病の病理への関与が示唆されており、クレブの発言の増加はアルツハイマー病の治療標的の可能性の一つとして考えられている。クレブは哺乳類の光同調にも関与している。クレブ またはクレブ様タンパク質には次のようなものがあるクレブ。タンパク質の一般的な構造。クレブタンパク質は、プコ、キャンクなど様々なキナーゼによって、セリン残器がリン酸化されることで活性化される。クレブタンパク質は活性化されると、他の転写、コアクチベーターをリクルートしてゴユトアあの仕入り、プロモーターに結合する。クレブタンパク質のアルファヘリックスには、 疎水的なロイシン残機が並んでいる。これらのロイシン残機は二両体を形成している他方のクレブタンパク質のロイシン残機と強固に結合する。このロイシン残機の連鎖によってロイシンジッパーモチーフが形成される。また、CF レブタンパク質は DNA への結合を促進するマグネシウムイオンを結合する。キャンプ応答配列はクレブが結合する応答エレメントであり。 高度に保存されたヌクレオチド配列ごジョバグとかマイナス3を含んでいる。シーリは、通常、遺伝子の上流のプロモーター領域やエンハンサー領域に位置する。ヒトゲの無常には、クレブの結合のハーフサイトとなり得る解分型シーリは、約75万個存在する。しかし、これらの部位の大部分は、タンパク質の結合を物理的に阻害するシトシンのメチル化のため、 非結合状態となっている。クレブの典型的な作用基準は次のようなものである。シグナルが細胞表面に到達すると対応する受容体が活性化され、キャンプや CA2 などのセカンドメッセンジャーが賛成されて、プロテインキナーゼが活性化される。プロテインキナーゼは細胞核へ移行し、そこでクレブタンパク質を活性化する。活性化された クレブタンパク質は C リ領域に結合し、その後コアクチベーターであるクレブ結合タンパク質が結合して特定の遺伝子をオンにしたりオフにしたりする。クレブの DNA への結合はブシップドメインを介して行われる。クレブは様々な器官で多くの機能を持っているが、その機能の一部は脳と関係した研究が行われている。 神経細胞内のクレブタンパク質は長期記憶の形成に関与していると考えられており、このことはアメフラシ、黄色症状映え、ラット、マウスで示されている。クレブは長期増強の後期に必要である。また、クレブは薬物依存症の発症やさらには精神的依存にも重要な役割を果たしている。脳でのクレブの阻害は、 ハンチントン病の発症と進行に寄与する場合がある。クレブのキットドメインと相互作用するクレブ結合タンパク質の異常はルビンシュタイン低微症候群と関係している。クレブの機能低下が大鬱病性障害と関係していることを示唆する証拠がいくつかある。試場会でクレブを過剰発現させた鬱病のラットは抗鬱薬を投与したラットと同様の行動を取った。また、 未治療の大鬱病性障害患者の大脳皮質では、健常人や抗鬱薬治療を受けた患者と比較して、クレブの濃度が低下していることが冒険から示されている。クレブの機能は、セロトニンやノルアドレナリンがシナプス後の G タンパク質強薬需要体に結合することで生じるシグナル伝達経路を介して調節される。これらの神経伝達物質の機能異常も、 大鬱病性障害への関与が示唆されている。哺乳類の外実時計の同調は、光による PER の誘導によって確立される。光は、メラノプシンを含む、内因性光感受性網膜神経節細胞を興奮させ、網膜死傷株を介して、試行作上核へシグナルを伝達する。RHT の興奮によって、グルタミン酸が放出され、 SCN の無駄需要体に需要されることで SCN へのカルシウムの流入が引き起こされる。カルシウムはキャンクの活性を誘導し、プコ、PKC、CK2 の活性化が引き起こされる。これらのキナーゼはクレブを外実的にリン酸化し、下流の遺伝子発現をさらに調節する。リン酸化されたクレブはシーリを認識し、 哺乳類の外実時計を制御する二つの遺伝子、パー1とパー2の転写因子として機能する。この PER タンパク質の誘導によって、明暗サイクルに合わせて外実時計を同調させることができ、転写から翻訳フィードバックループを介して、自身の転写を抑制して、外実時計を進めたり遅らせたりすることができる。しかし、PER1 及び、 TER にタンパク質の誘導の応答性は主観的夜間にのみ顕著である。マイケル・グリーンバーグは1993年に光パルスとクレブのリン酸化の相関を示す一連の実験を通してクレブが哺乳類の外実時計に果たす役割を初めて実証した。インビトロでは主観的夜間の光はクレブのタンパク質レベルではなくリン酸化の増加をもたらした。 インビボでは主観的夜間に外実リズムの位相シフトを誘導する光パルスは SCN でのクレーブのリン酸化と相関していた。2002年のギュンターシュッツによる実験ではリン酸化部位であるセール142を書く変異マウスでは光パルスに反応した時計調節遺伝子ンパー1の誘導を行うことができなかった。さらにこれらの変異マウスは 明暗サイクルに同調することが困難であった。ありがとうございます。